どうも泉圭介です。なんか4月になったのに全然まだ寒いね。いや早く暖かくなってほしいね。まあ、暑いはなんだけど寒いよりかは暑いの方がまだいいね。YouTube のチャンネルでは動画でいろいろデックのレビューをしています。でこのデックがね、今回紹介するデックっていうのがね、結構前に半年ぐらい前に注文したデックで、まあ、まだかなと思ったらこれ全然届かなかったデックなんだけれども、それがねようやく届いたので、それねちょっと紹介していきたいと思います。それがね、じゃん、このねニャンコデック。これね、名前がなんかね、このミャオスターって書いてんだよね、書いてるんだけれども、まあ一応ね、うちではね、にゃんこデックっていう形でね、販売していきたいなと思います。これめっちゃね、可愛いんだよね。もうね、パッケージの段階でね、すげえ可愛くてね、もう、瀬戸なくもなんかずっとなんかニャーニャー言ってるんだけれども、今回これね、紹介していきたいなと思います。さあ、ではにゃんこデック見ていきましょう。こんな感じのね、パッケージになっています。にゃんこー。何が言うのかな、幻想的なロマンチックな旅。お、いいね。世界観超いいね。ミャオサー、すごいいいね。めっちゃ可愛くない？でね、さっきこれね、瀬戸名くんが気づいたんだけれども、皆さんね、ビルトーソ置きってご存知です。これね、何が最初かわかんない。多分ビルトーソだと思うんだけれども、こうやってデックをね、こう3つ並べる置きね。それなんかね、このにゃんこスターでもね、にゃんこスター、これでもなんかね、できるっぽいんだよね。じゃーん、これめっちゃ可愛くない？これさ、ちょっとビルトーソに悪いけどさ、これが正しいよね。これが一番正しい使い方だよね。めっちゃ可愛い。いや、ちょっとね、もう箱の段階でね、もうこのコンセプトの段階でね、期待値爆上がりなんだけれども、上げていきますよ。箱はね、普通のバイシクルと変わんない感じではありますね。もうこの辺は普通の USB-C って感じではあります。ちなみにこれ USB-C 製になっていますよ。では開けていきますよ。5回超。おお、もしやこれは僕が大好きなウーシの広告スタイル？2枚で完成する。おお、2枚で完成するスタイルだ。めっちゃ可愛い。いや、あのね、僕ね、広告カードいらない派なんだけれども、広告カードつけるんだったらなんかこういうのをこれぐらいやってほしいよね。めっちゃ可愛い。すげえ。おお、そしてスペードのエースめっちゃ可愛いんだけれども、何これやべえ。これ2018年のデックだけど、本当にこれデック豊作だね。あ、すげえ、細かい、これ超可愛い。なんじゃこりゃ、すげえ。おお、鈴がある、やば。これさ、うお、魚、僕そんななんか、にゃん、ボトチカの犬派でごめんなさい、犬派なんだけれども、めっちゃ可愛いね、これ。すげえ、絵札も超いい。これ全然マジックにも使えない、これ。すげえ、もうなんか遊び道具まみれだね。これすげえ。これ考えた人、これ天才だな、これ。つうか、よく今までなかったね、これ。インデックスはね、ちょびっとあの、おぉ、可愛い、めっちゃかきむしってる。インデックスは若干ね、バイシクルとは違うタイプなんだけれども、でもね、違和感なく使えるものだと思いますよ。全然マジックにも使えますし、全然いいんじゃないですかね。魚、そして広告カード、まあこの辺普通かな。ジョーカーはだからないんですね。まあちょっとね、フェイスがね、すげえいいっていうのは分かりましたよ。じゃ次ね、バック見ていきますよ。バックデザインがボン、おお、かわいいすげえかわいいね。めっちゃこうニャーになってんね、これ。すげえ。いいね。一応これワンウェイになってないんだね。ちゃんとツーウェイなら天地ないパターンになっているっぽいですね。すげえかわいい。どう？これめっちゃ良くない？昔さ、なんかこういうデックなんかあの JL の何かちょっと紹介してね、どこにあったっけ？これ。これ皆さん覚えてますかね？このミッキーマウスのこの JL が作った台湾製デック。これのなんかちょっと雰囲気にね、若干似てるよね。あの時のデックこんな感じでした。もうこれもね、めちゃくちゃ可愛いんだけれども、雰囲気としてはなんかね、若干似てるよね。ちなみにこのデックはね、日本で販売できないね、当店では販売しておりませんので、あしからずです。もうこんな感じね。たまらんね、これ。バックデザインこれ最高にいいね、これ。もうね、マジックでもこれフラリッシュでも全然これ使えるんじゃない、これ。フラリッシュよりかって言われたらそんな感じのデザインではないとも思うんだけれども、でも、もうここまで来たらもう関係ないよね。これ、全然僕的にはいいと思いますよ。非常に素敵。
かっこよくない？なんかこの手に持った感じなんかよくない？で、肝心の品質なんですけれども、この辺はね、まあ普通のね、USB-C のバイシクル品質って感じではありますね。なんか特殊なのかな？ちょっとわかんないけれども、この辺はね、もう普通だと思いますよ。もう全然普通になんかね、バイシクルに慣れている人からだったら全然違和感なく使えるものなんじゃないかなって思います。でね、ボーダーがね、これ結構今気づいたんだけれど、細めなんだよね。細いんだけれども、角のところが結構明るい色が使われてて、しかもこのラウンドがね、だいぶ丸いんで、なんかね、広げた時のね、なんというか、かっこよさっていうのはそんなに極端には出てないかな。まあ、どっちかっていうとなんかこのチャーミングさが出ている感じではありますが、ボーダー自体はだいぶ細くて、もうどっちかというとかっこいい路線によくあるタイプのものにはなりますね。まあだからファンとかね、こう広げた時はね、だいぶかっこいい感じにはなるんですけれども、非常になんかね、バランスはいいと思います。一応フェイスも広げてお見せしておきます。まあさっきも言いましたけど、全然バイシクル慣れしている人からしたら問題ないんじゃないですかね。ちょびっとだけデザインは異なります。一応ファローも入れておきますか。まあこの辺はね、全然問題ないと思いますよ。うん、全然問題なく入りますね。裏表入るんじゃないかな。多分ね、全然、うん、問題ないですね。フェイスの方が若干入りやすいかなっていうぐらいではありますね。全然、裏も表もファローは入りますので。まあ、なのでね、マジック好きの人も、カーディストリー好きの人も、マジで使えるデックなんじゃないかなって思います。これね、非常にね、非常におすすめではありますよ。開けてよかったです。いやー、このね、にゃんこデックね、すごくいいね。これ動画撮った後で、またあの瀬戸名くんともね、これちょっと触ってわちゃわちゃしてたんだけれども、いや、これいいね。で、しかもね、これね、ちょっとね、また後で気づいたんだけれども、ここのさ、開けたこのフラップの、このロックのこの爪のところ、ほら、これ、なんかね、この手になってんのよね。これ超良くない？これさ、なんか予言とかさ、ここよくやる人いるじゃないですか。でもなんか僕あれ使う人いないと思うんだよね。あれぐらいやるんだったらさ、こういう風になんか可愛いようにした方が僕これ絶対正解だと思うんだけれども、皆さんどうですかね。とりあえずこれ僕非常にね、開けてよかったなと思いました。買ってよかったなと思いました。もしくはね、興味ある方、動画説明欄にリンクね貼っておきますので、よろしく見ていただければなと思います。もうこれ絶版品になってるのなくなっちゃったら、これもう再生産ないので、そこだけご了承お願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、この動画役に立ったと思ったら、高評価、あとコメントとチャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。イエーイ。